フランツ・フェルディナンド。フランツ・フェルディナンドは、スコットランドのロックバンド。グラスゴー出身。アートスクール的で、ポップな編集感覚あふれるそのサウンドは、ダンスとポップの垣根を取り払ったと懸念される。一見すると、イギリス伝統のキャッチーなリフトメロディーを持ち合わせるレロなロックンロールアンサンブルながら、その内実では、エレクトロクラッシュを通過したダンサブルなリズムを導入し、 ダンスフロアでも機能する、踊れる、バンドサウンドを実現させる。ポストパンクからの影響を消化した、店長ギターカッティングの多様も特徴だが、ビンテージシンセサイザーを駆使した、アナログシンセラインへの系統も見せるなど、レトロフューチャーなシンセポップニューウェーブへの愛着も深い。旧メンバー、東京グラス号のアート系大学の同期であった、アレックスとボブが中心となり、 女の子が踊れるような音楽を作るという理想のもと、ドラマーに、以前アレックスとザヤミーファーというバンドを組んでいた、ポール・トムソン、ザヤミーファーでもドラムを担当していた、この時は、ギタリストとして加入させるつもりだった。ギタリストに、カメラキノというジャズフュージョンバンドでプレイしていた、ニコラス・マッカーシーを迎え、2001年にバンドを結成、そのまま学内や地元のパブなどで演奏を始め、 コツコツとスコットランドのインディシーンで活動を開始。ほどなく、ダーツオブプレジャーがインディファンから注目を集めると、その直後に発表されたシングル、テイクミーインアウトが爆発的な反響を呼び、アルバムデビュー前にもかかわらず、エネミー氏を中心にメディアが上がって、彼らを取り上げ、大型新人として全英の注目を集めた。2004年に発表したデビューアルバム、 フランス・フェルディナンドは、本国、イギリスのみならず、ヨーロッパ各国、そしてアメリカでも爆発的な評判を呼ぶ作品となり、トータルセールスは400万枚を超え、グラミー賞ノミネートをはじめ、ブリッド・アワード・マーキュリー・プライズ・エネミー・アワードという、英国三大音楽賞を新人としては、史上初めて同時に受賞する回も達成。翌2005年リリースのセカンド、ユークとハブイと。 ソーマッチベターは、初登場で、全英1位を獲得し、同作からカットされた、The You Want to The Golan といった、キラーチューンのシングルヒットも続き、ロック、クラブ双方のリスナーからも支持され、人気を確実なものとした。今では2000年代にデビューしたバンドでも、とりわけ同時代の UK ロックシーンを代表する、バンドの一つとして認められる存在である。 2016年7月8日バンドのツイッター上でニックの脱退が発表された。家族との時間を優先したいとの理由で次のアルバムのレコーディング及びツアーには参加しないというものであった。ただ再加入の可能性もあるなどの説明もあり一時的なものである可能性も含まれている。2017年5月19日、ニックの公認として新たに ディーノバルドとジュリアン・コリーの加入を発表し5人体制となった。由来は第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件で暗殺されたフランツ・フェルディナント・フォン・エスター,イコールエーステからで響きの良さから選んだとのこと。なお、日本ではフランツ・フェルディナンドの表記で定着しているが、英語の発音に従えばフランツ・ファーディナンドになる。セカンドアルバム、you could have it. そうマッチベター、so、発売後の世界ツアーでは、アウトサイダーアース演奏時に、他のバンドの面々をステージ上に登場させ、大勢でドラムランダを共演するというパフォーマンスを披露した。鳥で出演したフジロックフェスティバルレイロックでは、ザ・クリブス、ザ・ズートンズ、アジアン・カング、FU ・ジェネレーションらを招き、ドラムの乱れ打ちを演じた。 ウォークアウェイをライブで演奏する際は、ドラムのポールもギターを担当し、アレックス、ニックと共にトリプルギターの編成になることがある。その場合、ドラムはサポートメンバーが務める。2009年11月9日に東京国際フォーラムにて行われた講演は、完全指定席制であったが、演奏終盤にユリシーズをプレイした際、サプライズを期していたバンドの先導により、 呼びかけに応じた多くの広報席の観客らが、自らの席を発して、最前列の座席脇通路や空スペースに続々、進出し、オールスタンディング制のライブハウス公演と、見間合自体に発展。慌てた会場スタッフが駆けつけて、前列侵入防止の柵が急遽設置されるなどの、対応に追われることとなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。